フリゲート、フリゲートは軍艦の監修の一つ。時代により様々な任務や大きさの軍艦に対して使用された名称である。フリゲートとも表記される。日本ではディストロイヤーは駆逐艦、クルーザーは巡洋艦、バトルシップは戦艦などと日本語訳されたが、フリゲートに関してはそのままカタカナ語として用いられている。語尾に艦を付加して、 フリゲート艦と呼ばれることもあるが、フリゲートのみで一つの艦種を表すので、特に艦は付けなくてもよい。なお、日本を除く、漢字文化圏、中華圏、及び、朝鮮半島では、駆逐艦と巡洋艦については日本での訳語がむね、踏襲されているが、フリゲートについては、護衛艦、艦隊アザ、朝鮮語、あるいは、巡防艦、艦隊アザ、 と訳されることが多い。小ネ時代のフリゲートは、戦列艦よりも小型、高速の艦を指し、艦隊決戦の戦列には加わらず、むしろ紹介、通報や、戦団護衛、通称破壊、海外派遣などで活躍した。この艦は後に、巡洋艦へと発展していったことから、フリゲートという単語が、巡洋艦や大型駆逐艦を指していた時期もあった。しかし、 第二次世界大戦期にイギリス海軍が建造したリバー級を端緒として、むしろ駆逐艦より小さく、コルベットよりは大きい公用護衛艦を指すようになっていった。現在では、大戦、防空能力を有し、洋陸部隊、補給部隊、小船団等の護衛を任務とする艦を有。なお、ヨーロッパ大陸諸国の海軍では、中佐の階級故障として、 フリゲートの艦長に相当する語を用いる例が多い。フリゲートという単語は、フレガータを語源とする。これは、地中海で用いられたガレー船であり、複数のマストと、歩、多数の舵を備えた、海賊船の別称であったが、後に転じて、広く海賊の搬送軍艦を指すようになった。イギリス海軍初のフリゲートは、諸説あるが、一般的には、路角した。 フランスの私略船を模して建造され、1646年に浸水したとされる。どの程度の軍艦をフリゲートとして類別するかは経験がなく、半然としない部分があるが、おおむね微法24から40門程度のシップ型の軍艦がこのように称された。一般的に法律艦板は単層で、艦板長は40メートル程度、排水量は1000トン程度であった。 また18世紀頃に、美法の数による、等級制度が整備されると、5等艦、6等艦が、フリゲートとされるようになった。この時代のフリゲートは、直任艦長、海佐艦長が艦長に任ぜられる、最小規模の軍艦であり、艦隊決戦では戦列には加わらずに、通信の中継や損艦栄光などの補助的任務に当たっていた。 特に快速力と高性能を活用した偵察、通報はフリゲートの独断上であり、艦隊の目としては各有能な艦長が配されることが多かった。また、決戦以外の場でも敵国の船舶に対する通商破壊や逆に敵の死薬船、通商破壊艦を撃退するシーレーン防衛により多くの戦歴が記録された。特に敵船の打砲に成功すれば、 捕獲賞金の分配があり、海軍将兵としての発給をはるかに上回る、収入を一気に得ることができたことから、フリゲートへの乗り組みは、海軍将兵の憧れの的であった。腕の良い艦長であれば、年収250年分の捕獲賞金を得た例も、あったとされるが、逆に捕獲賞金に釣られた艦長が、商船狩りに熱中して、作戦を直ざりにした例もあり、 対極的検知からは、弊害も少なくなかった。フランス革命戦争、ナポレオン戦争を通じて、フリゲートの大型化、火力強化が進められた。例えば、イギリス海軍では、1794年の時点では、搭載の32門艦と28門艦が多数を占めていたが、1814年の時点では、お手法とした38門艦と36門艦が、 主力となっていた。また、アメリカ海軍は、1794年の再設立以降は、戦列艦を持たなかったこともあって、を手法とする44門艦、36門艦と、他国よりも重武装、大型のフリゲートを主力とした。折からの英海軍の慢性的な乗員不足による戦力低下もあって、独立戦争、米英戦争では、 イギリス海軍のフリートに対して優位に立った。19世紀に入って、白洋蒸気機関が普及すると、1839年浸水のイギリス海軍サイクロプスを端緒として、フリゲートにも導入され、規範戦の時代となった。当初は外輪戦の方式であったが、原則法の設置を妨げる上、クリミア戦争において攻撃に対する脆弱性が露呈し、間もなく、 スクリュープロペラによる推進が主力となった。しかしこのように歩から推進機に変わってゆく流れの中、搬送に基づく従来の類別法とは異なる名称が望まれるようになり、イギリス海軍では1875年浸水のシャノのも端緒として巡洋艦有名称が使われるようになり、1878年には既存のフリゲートとコルベットは巡洋艦に類別変更された。 旧来の監視故障も1880年代までは公文書で用いられていた。フランス海軍でも1882年浸水の防板は巡航鋼鉄艦と称され、フリゲートの名称は使われなくなっていった。戦艦機のイギリス海軍はロンドン海軍軍縮条約での制約が駆逐艦よりも緩いスループを戦断護衛に充当する方針としていた。 しかしスループはいずれも従来の軍艦を踏襲した複雑な設計を採用しおり、第二次世界大戦勃発に伴う戦時急増への対応は難しかったため、まず局地防衛用として捕鯨船の設計を発展させたフラワーキュコルベッドが建造された。戦局の急迫を受けて、同級は当初想定されていた近海域にとどまらず、大西洋の戦いに広く投入されていったが、 極地防衛艦ゆえの艦型の小ささと速力の遅さによる外洋行動能力の低さが顕在化しことからより大型で外洋行動に適し、しかも量産性に優れた護衛艦が求められることとなった。これに応じて建造されたのがリバー級であり、当初は高速コルベット、後に二軸コルベットと称されていたが、1943年2月、 コルベットより上位の軍艦としてフリゲートと最種別さ近代型フリゲートの講師となったアメリカ海軍では駆逐艦に準じた構造で同様の任務に充当するための護衛駆逐艦でとともにリバー級に準じたタコマ級フリゲート PF も建造した当初フリゲートは二等スループとみなされていたが戦後には 長距離公用護衛艦が広くこのように称されるようになった。ただし、駆逐艦など他の艦種との区別は当初より不明瞭であった。現在ではジェーン海軍年艦やアメリカ海軍協会のなど第三者による年艦では巡洋艦や駆逐艦より小さくコルベットより大きい水上戦闘艦を表す一般的なカテゴリーとして用いられている。これらの年艦では 運用当事者による分類を加味しているが、国際戦略研究所の年報、ミリタリーバランスでは、満載排水量1500から4500トンの戦闘艦を一律にフリゲートと類別している。蒸気の経緯により、フリゲートの名称は、同時期の駆逐艦やスループよりも格下の艦を指す、ものとして復活した。一方で、小ネ時代のフリゲートは、 巡洋艦の前任者にあたり、むしろ単語のニュアンスとしては、巡洋艦に近いものと考えられていた。例えばリバー級の登場以前の1935年度計画で、イギリス海軍は巡洋艦の任務を肩代わりできる駆逐艦の建造に着手したが、当初はこれをフリーゲートと称することも検討された。ただしこの時点では、監視故障として廃止されていたことから、これは実現せず、 トライバル級と称されることになった。第二次世界大戦後のアメリカ海軍では、タコマ級の評価は高くなく、また、手記の運用面の理由から、沿岸警備隊の乗員によって運用されていたことも、あって早期に退役し、戦団護衛用としては、護衛駆逐艦の流れを組む艦を、公用護衛艦、艦手記号は、でのままとして整備しており、フリゲートの名称は、途絶えることになった。 一方、1951年には共同駆逐艦という艦種が新設され、対戦巡洋艦として建造されたノーフォークと新世代の高速艦隊護衛艦のプロトタイプとして建造されたミッチャーキュートがこれ類別されていた。しかしこれらの艦は共同艦として他の艦を指揮するというよりは、機動部隊の直江艦として自ら戦闘にあたることから共同艦との名称は、 ふさわしくないと指摘された。むしろ任務としては、小舟時代のフリゲートに近いことから、1954年6月、基本計画審議委員会、シップカレクタースティックスボード、SCB は、共同駆逐艦に変えて、フリゲートとの名称を提言し、これは受諾された。また、フランス海軍でも、米海軍のリーヒ級ミサイルフリゲート、 DLG と同様の高速空母機動部隊の直江艦として1960から65年度計画で建造したシュフラン級を端緒として大型水上戦闘艦にフリゲートの名称を与えている。しかし多くの海軍はイギリス海軍による公用護衛艦としてのフリゲートという名称を受け入れつつあり、アメリカ海軍はその彗星から外れつつあった。また、 ソ連海軍独自の監視故障を西側で翻訳する際にもイギリス式の類別法が用いられていたことからソ連海軍の巡洋艦よりもアメリカ海軍のフリゲートの方が大型で有力であるケースが多くなり誤解を招く恐れが指摘されるようになったこのことから1975年に至ってアメリカも他国との共通化を図ることになった 従来のフリゲートの内大型の艦は巡洋艦に小型の艦は駆逐艦に分類し従来の公用護衛艦をフリゲートと改め艦手記号も新たに FF 海海人を与えた。またフランス海軍でも故障としてはフリゲートとする一方北大西洋条約機構 NATO で標準化されたペナントナンバーの種別としては艦の規模に応じてフリゲートを意味する F ではなく、駆逐艦を意味する D を付されている感も多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。